病気だからって男の同情引いて色目ばっか使ってんじゃないわよ。上に報告してクビにしてやろうか。何の話ですか。あんた今日も楓くんとランチに行ったでしょ、ドブスのくせに。ま、相手にはされてないでしょうけど、彼は私のものだから。それは誤解です。今日は私のアレルギーのことで相談に乗ってもらっただけで。ああ、いつもの仮病ね。あんたの嘘って説得力ないよね。水アレルギーとかもっとマシな病名思いつかなかったの。心優しい楓くんもきっと内心じゃドン引きよ。そんな嘘じゃないです。だって人間水がなかったら生きていけないのよ。アレルギーの原因が水だって言うならあんたとっくにあの世行けじゃない。水分はもちろん取った上で症状を抑える治療を受けているんです。へえ、それが本当ならあんたよく生きてるわね。世界に100人しか患者がいないなんてもはや都市伝説なんだけど。やめてください。たった100人ほどでもこの疾患に苦しんでる人たちは現実にいるんです。そうだとしてもあんたが本物の患者かどうかなんてわかんないし。私のアレルギーについては先日人事部長からも説明していただいたはずですが。そうそう、部長にも媚び打ってチクるとか最低だからね。それは女子トイレで課長が無理やり私に化粧しようとしたからです。本当に命に関わることなのでどうかご理解願います。ブサイクがノーメイクで仕事してると周りは災害級のダメージを受けるのよ。メイクについては対策を講じてるので少しお待ちください。来月には目処がつくんでしょうね。いえ、そんな急には。私が企画した社長主催の懇親会があるの、忘れたの。もちろん覚えています。私は目立たないよう隅っこにいますので、メイクだけは勘弁してください。甘ったれてんじゃないわよ。私だって化粧品アレルギーを持ってるのよ。え、課長もですか。ちなみにどちらのブランドをお使いなんですか。平社員のあんたには手が届かないわよ。皮膚科医指定の高価な化粧品だもの。そうですか、それは残念です。せいぜい洗顔に励んでブス顔に吹き出物を作らないことね。その心配ならご無用です。楓くんが配ってる洗顔クリームがよく効くので。はあ、あんた3歩歩いたら忘れる鳥頭なの。たった今楓くんには近づくなって話したばっかでしょ。私だけじゃなく同期社員全員に配ってるんですよ。言い訳するんじゃないわよ。あんたに楓くんは渡さないからね。ですから私たちは友達で恋愛感情なんてありませんので。同期で友達って関係を利用して彼を落とそうって魂胆なんでしょ。まさかそんなことを考えたこともありません。楓くんみたいなキュートな男子は私のような大人の女性がふさわしいのよ。確かに彼年上女性が好みですけど。うすうすそんな気はしてたけど、やっぱり私と楓くんは両思いだったのね。課長の常にポジティブなところは尊敬しておりますが。気分がいいからダメ社員のあんたにもチャンスをあげるわ。その件につきましては慎んで辞退します。無能なあんたが出世できるチャンスなのよ。できれば実力で昇進したいと思ってます。綺麗事言ってないで私と楓くんの仲を取り持ちなさい。私ではとてもお役に立てないと思いますので。とか言ってあんたやっぱり楓くんを狙ってるわね。私に逆らうとどうなるか教えてあげるわ。あ、お待ちください課長。私はさやか、25歳の OL です。水アレルギーを持っているので雨に濡れるだけでも湿疹や痛みに襲われます。一方親友で同期の社員楓くんはキラキラ男子で社内のアイドル。そんな彼は私の上司皆川課長の推しメンです。ところが楓くんとランチに行くところを課長に目撃されてから私は目の敵にされてしまいました。彼のことを私が狙っていると思い込み、ただの友達だといくら説明しても聞く耳を持ちません。いずれ時間が解決するだろうと軽く考えていたのですが、嫉妬に狂った女上司はとんでもないことをしでかしたのです。数週間後。生存確認です。生きてますか。娘は今眠りについたところですが。え、あんた誰。私はさやかの父親だ。じゃあさやかさんは。まさか嘘でしょ。君は事の重大さが分かっていないようだな。娘さんはその無事では。懇親会の日娘をわざと川に突き落としたそうだな。これはちょっとした冗談でやったことでして。娘の病気のことは上司の君も知っていたはずだろ。水アレルギーなんて本当にあると思わなかったものですから。言い訳だな。ネットで調べればすぐわかることだ。
それはそうですが、難病を持つ部下とどう接したらいいのかわからなくて。上司たるもの、そんな甘えが通用するとでも思っているのか？でも私と同じ立場だったら誰でも同じようなことを考えるはずです。珍しい病気を患っている部下がいたら、どうせ嘘の病名をでっち上げ同情を引こうとしているに決まっている。誰もがそんな風に考えるとでも言いたいのか？みんながみんなそうだとは申しませんが、上司としては厳しい態度が必要なこともありまして。だから部下を水中に落としたというのか？いえ、それはその、川に落ちた途端娘は体中に皮膚炎を発症したはずだ。あの場で君も見たんじゃないのか？ですからすぐに救急搬送させたじゃありませんか。救急車を呼べば済むという問題じゃないだろう。だいたい君は苦しんでいる娘を見て爆笑していたそうだな。だってあんなゆでだこみたいに、悪気はなかったんですよ。どうやら娘は上司に恵まれなかったようだな。先ほどから気になっていたんですが、懇親会でのことは娘さんから話を聞かれたのですか？娘なら眠りについたとさっきも言っただろう。そうでした。私もこの会社の人間なんだよ。道理で社内の事情にお詳しいわけですね。私、営業課長の皆川と申します。娘から聞いてるよ。ちなみにお父様の役職などお伺いしてもよろしいでしょうか？聞いたところで面白くもないと思うが。いえ、社内でお会いした時失礼があってはいけませんので。役職などない。今は備品管理室の所属だ。え？じゃあ、あのリストラ部屋の、ああ、失礼しました。娘の普段の仕事ぶりはどうなんだ？世間並みの仕事はできても、私の部下としては実力不足ですね。って厳しいな。これでも私、同期の男性社員を抑えて幹部候補になりましたので。どうだろう。娘はまだまだ未熟者だが、長い目で見てやってはくれませんか？お言葉ですが、役職者でもない人に仕事上のことで口出しされたくないんですけど。君の言うことはもっともだが、私が役職者かどうかは関係あるのかな？当然、ありますよ。なるほど。君という人間がよくわかったよ。最後にこれだけは言わせてもらおう。君が娘にしたことは、絶対に許さないからな。あ、ちょっと待って。さやかさんは助かったんですか？どうなんですか？翌日。またまた生存確認です。課長、昨日私の父と LINE したそうですね。なんだ、生きてんじゃん。あんたの親父に脅されちゃったわよ。すみません、私が一時危険な容態だったそうで、父も平静ではいられなかったそうです。リストラ候補のおじさんに説教されて超迷惑だったわ。そのことなんですが、実は私の父、うちの会社の社長なんです。は？備品管理室のおじさんでしょ？昨日あんたのお父さんが教えてくれたけど。この機会に課長の人柄を知っておきたくて嘘をついたんだそうです。父が本当に申し訳ありませんでした。待って、待って、何が何だか分かんないわ。そうおっしゃると思いましたので、父と私のことを人事部長に確認してみてください。話は通してありますので。何なのよ、もう。電話して聞くから一瞬待ってなさい。やだ。本当だった。え？じゃああんた、社長令嬢ってこと？そうなりますね。なんで私に黙ってたのよ。社長の娘だからって特別扱いされたくなかったんです。あんたのクソどうでもいいプライドのせいで私の人生詰みそうなんだけど。謝ってはくれないんですか？危うく三途の川を渡りかけたんですよ。ごめんなさい。まさかのカタカナ表記？さあ謝ったわよ。早く社長に取りなしてよ。本当に自分のことしか考えていらっしゃらないんですね。上司が頭下げてんのよ。 LINE ではわかりませんので。ああ、もうしょうがないわね。じゃあ楓くんはあんたに譲るわよ。はい、なんでそうなるんですか？私たち両思いだけど、まだお互いの気持ちは確かめ合ってないの。はあ。私は大人の女性として身を引くから、あんた告白しちゃいなさいよ。え、課長って本当は鳥頭なんですか？私の最大限の情報に文句でもあるの？楓くんとはただの友達だって何度も言ってますよね。私を出し抜くために嘘ついてたんでしょ？自分に都合のいい解釈をする天才ですね。ある意味尊敬します。それじゃあ私という尊敬する上司のために社長を説得してくれるわね。
ごめんなさい。とてもそんな気分にはなれません。ふざけないでよ。社長令嬢の気まぐれってわけ？どうせ楓くんも社長の娘って地位を利用して近づいたんでしょう。まだ疑ってらっしゃるんですか？楓くん来月結婚するんですよ。嘘。私の楓くんは永遠のアイドルなのに。彼はちょっぴりスキンケアにうるさいだけの一般人ですよ。そうよね。楓くんの肌ってツルツルだもんね。それもこれも同棲して5年になる彼女さんのおかげだそうです。楓くんを略奪した女ね。狙ってたのは課長ですよね。その同棲5年女は何者なのよ。オーダーメイド化粧品の会社経営者です。楓くんたらブラック企業の女社長にたぶらかされたのね。さあ、そのあたりのことは存じ上げないのでスルーしますが。重要事項を流すんじゃないわよ。私アレルギー体質のせいで化粧ができなくて悩んでたじゃないですか。今さらそれがどうしたのよ。楓くんが彼女さんを紹介してくれて相談に乗ってもらってたんですよ。私にとってはクソどうでもいい情報なんだけど。そうしたらなんと彼女さんの会社で水アレルギー対応の化粧品を研究開発してくれることになったんです。あんたかもられてるだけなんじゃないの？幹部候補なのに市場判断もできないんですか？調子に乗って私が上司だってことを忘れてるみたいね。課長こそ水アレルギーの患者は世界で約100人しか確認されていないことを忘れたんですか？ああ、そうだった。でも度忘れくらい誰にだってあるでしょ。こんな少人数のために化粧品開発の研究をしてくれるって言うんです。金儲けだけじゃできないことくらい小学生でもわかりますよ。もういいでしょ？好きなだけ人を侮辱して気が済んだ？早く私のことを社長に頼み込んでよ。残念ですが父の意思は変わらないそうです。え？ちゃんと頼んでくれたの？実はこのライン私の横で父も一緒に見てるんですよ。それから懇親会で課長が私にしたことは全て自分の目で見たと言っています。ああ、昨日の大変な無礼な出現の数々、どうか何卒お許しください。その前に娘に謝れと父が言っています。さやかさん、本当にごめんなさい。そして社長、お嬢様の命を危険にさらしたことを心からお詫び申し上げます。変わり身の早さが逆に怖い。頭の方の病院を紹介しましょうかと言っています。わざわざ社長がお気にかけてくださるなんて光栄です。皮肉が通じないとは相当悪そうだ。やはり医者に見てもらうことをお勧めするよ、だそうです。今後は一層会社に利益をもたらすよう励みます。今後は皆川さんのような人間が間違って昇進することのないように人事規定を見直します、だそうです。これからは心を入れ替え、お嬢さんが将来会社を背負って立つ人間となれるよう力を尽くします。人間性に問題のある君にそんな大役任せられるか、だそうです。あの、せめて警察沙汰だけはご勘弁いただきたいのですが。あ、被害届けなら今日朝一で出してきちゃいました。昨日まで意識不明だった人間が張り切って早起きしてんじゃないわよ。地獄から生還してきたせいか目覚めすっきりなんですよ。やめてよ、その手の体験話は苦手なのよ。せっかくですからあの世のチラ見体験聞いてほしいです。私は現実主義者なの。リアルに生きてる人間なの。じゃあリアルなお金の話をしてあげなさいと父が言っています。え？近々弁護士を通して慰謝料請求もするので心して待て、だそうです。ごめんなさい、私が悪かったです。許してください。課長、お世話になりました。もうお顔を拝見することもないかもしれませんが、お元気で。待って、ブロックだけはやめて。さやかさん。後日談。後日皆川課長は警察に逮捕され、会社の方は自主退職されました。慰謝料請求の手続きも着々と進行中で、かなりの請求額になりそうです。私はオーダーメイド化粧品の試作品がもうすぐ出来上がるので楽しみで仕方ありません。水アレルギーなんかに負けず、これから先の人生を謳歌していくつもりです。